竹井テレコ10チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ、今日はですね、まあ母が介護施設に入居するのにいろいろ準備とかしたりするので一旦、実家徳島に帰ってきましたが、今日改めてちょっと東京の方に帰りまして、それで、7月8日から、母が施設で入居するので、その前にもう4日5日ぐらいに僕はまた徳島の方に帰ってきて、で母の施設入居するところにいろんな必要なものを、搬入していくと。まあ何がいるんかなと思ったら、まあベッドはもともと置いてるみたいな、布団最低限ね、でまあ冷蔵庫は絶対いるやろな、そう、あとはまあちょっとしたタンス、ほんでまあ母の意向で、仏壇ね、あと電子レンジとかトースターとかどうなんやろ、いるんかなみたいな、あねえ、あんまりそういうの使わへんやろな、でもな、なんかちょっと生活感をちゃんとこう味わってほしいから、そういうのも置いときたいなと思うんですよ。それとまあテーブルと椅子、まあテーブルと椅子はやっぱりね、ちょっとしっかりとしたこう低いやつじゃなし、こう立ちやすいようなねテーブルと椅子をどうにかせなあかんのですが、まあそんな準備をするためにですね、まあ一旦、まあ、東京に帰って、でまあ今のアルバイト先にもということでございますよ。今日は雨じゃ。これは中川橋と言いましてね、中川ですよ。この川はね、まんまやないかみたいなね。吉野川橋、川が吉野川みたいな。雨よ、船さあどうなんですかね、面会できるんかなという感じですが、あんな電子レンジとかトースター一応持っていこうか、電子レンジとかトースター一応つ、うん、だからそれを施設に持ってこようか、使うかの、ね、まああったら便利やね、うんうんうん、で服はいるもんはあるん、もう一応あのタンスの中に入ってるの全部持ってこようと、タンスに入っちゃう、あのベッドの根を、ま、真向かいに立つ、うん、あるある、うん、本の中のものは一応全部持ってくるわね、うん、それと靴下と下着とパジャマと、うん、でバスタオルと洗面道具と、うん、うん、これは靴はどこの、うん、ここはこう、うん、俺持っときよ、うん、施設でも使うから、うん、うん、それとな、もう一つあの家の下駄箱に、ちょっと派手なやつ、うん、あるあるある、うん、あれも一応用意してる、うん、あれポータル、あれは外用やわね、うん、外行くときにね、だ置いといて、あれマハラ商人が売りに来てな、うんうんうん、一番高いやつこうだ、5000円のお店、あんそらしい、うん、
ほんで、お母ね、あの玄関に生け花したあるで、うん、あれも持ってこようか。そんな生け花いや、しようと思ったらできる。そやけど、まあ、誰ぞに花買うてきてもうたりとか、うん、一応は、あの生け花と剣山一個だけ持っていくわね、うん、使うだろ。容器あるんよ、あの、あのそんな倉庫の中に、うん、あるけど、もう一個そんな行さん入れられん、うんうん、ほら、たまんが見て、まあ、必要なんだと思うようなもん、一個も、うん、ほんでね、もうお父らの服とかあんのは全部もう掘った、うん、ほんで写真とかはいっぱいあるの。どうするぞ。写真、お父らの写真とかお母らの、いやいや、あの、あの上のんじゃなしにアルバムにいっぱいあるんよ、うん、あれはどうするぞ。あないのの袋に入れて場所取れへんだろ。入れといたらええで。おお、ほなお母の施設に持っていこうか、うん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 、写真はね。でもあのバーとかジロ兄ちゃんとかの写真あるで、あの上にあやってはできへんぞ。施設は、あ、施設ではあやってできへんぞ。できへん、基本で、うん、今ああいう内容の袋に入れて、そうやの、入れて、あの学校も皆捨てたよ。そうやの、もう写真だけの。そうそう、学校しもって大変なことに、うん、それとセンスね、うん、一つ持っていくわね。タンス持っていけるか。いけるいける、うん、あれ出したらまだ場所取れる、うん、それと布団はあのベッドの上にある布団でいいんか、うんうん、それと小春電車輪が凍ってくれたんて、小春いいんです、うんうん、で 冬寒いの電気マットね、うん、あれも一応は入れとくわね、うんうん、まあちょっとずつ片付いていってる、うん、大変だな、うん、まあほんでもお母すっきりしたんちゃうか、ん、あの家もなくなってすっきりしたんちゃうか。もともとあそこが家ちゃうしの、うん、まあお母施設におる間、まあ、頑張、俺も頑張って売れて家建てるわ。家で家建てる、徳島で家建てるわ。でまたお母をな、うんうん、建てる、頑張ってね、うんうん、まあなかなか難しいけどね。土地から買わないと。土地がないで。まあ確かにの、うん。まあ頑張るわ。まあだからお母も施設に入る手続きは全部できてるから。うん、まあほんでも、うん。まあほんでもお母、あの、いるもんはあるんか、あんないっぱい。薬とかあんなの持ってこなかった。メガネとか老眼鏡とか、うん、で入れ歯もいるだろあれ。うん、あっちだけど、あっこあの、ね、自分の身のもんは身の持ってくるわ。うんうんうん、はい、ということで、病院で母と面会して、その後、新しく入居させていただく、まあそこのと、それと地元でお世話になってるケアマネさんと、でそれと病院の方とお話しして、で、まあ、オンラインで、母とこうどういう状態かみたいな話した後に、それで、まあ、まあ、よろしくお願いしますっていうことなんですが、ちょっと引っかかることをちょっと言わさせてもらいますっていうのは何かって言った時に、まあ、あの結論から言います。あのそこの施設辞めました、非常に母を混乱させてしまうんですが、っていうのは何かって言ったら、もともとその姉がね、その施設がいいん違うかみたいなことを勝手に決めてて、まあ、その間に病院で、母と寄り添っていろんな気持ちを聞いてから、それを決めていくべき違うかみたいな、でもまあ、 あの現実的に施設に入らなあかん、じゃあそれやったら、俺が話するからあかん、オンラインで俺もその施設で徳島に戻って3ヶ月間働くから入るかっていうか、まあ、テレコンサート一緒にいてくれるんやったら入るって、そうかって、じゃあそれで、まあ、ケアマネにもそれをちょっと相談してみるわって、んで相談して、それで、まあ、先方にも言っときますみたいなところを、言っていただいて、
それで、まあ、この前、徳島の方に帰ってきて、それで、まあ、ケアマネさんと、で、次の日に面接、まあ、この配信でも、行った。その前にケアマネさんも言ってたし、僕も、なかなかそれ3ヶ月だけを雇ってもらうって都合のいい、それは難しくもわからないですね、そうかもわからないですね、それやったら、まあ、雇ってもらえる他の施設を、考えるっていうのもありますし、まあ、ちょっとそこを、でもまあそういう思いがあるっていうのは、ね、施設がもうそれは受け止めてくれるに違いますみたいな話になって、でもまあ僕自身もね、そんなB 級ドラマやないやから何にも経験はないのに、ただ母と寄り添ってそこに働かせてくださいみたいな、子供みたいなことを言ってるわけじゃないんで、そのために想定して3年間アルバイトしてきた、介護施設のスキルをつけてきたんで、それでじゃあほら面接行ってくださいって、ほんで次の日、まあ、この配信もしたけど面接行ったんですよ。で、まあ、履歴書を見せて、その方女性の方ですよ。で、まあ、下の男性のスタッフ2人に来て履歴書を見せてください。それ でちょっとね、今新しくお母さんが入るところ、ちょっとスタッフがもういっぱいいっぱいで、うちも大きな会社じゃないん で今ここが違うところ、本社なんです。ここで働いてくれる、ここ人が少ないからなんですよ。えって思って、あ、そうですか。でもね、母の入居するところ僕は働くということで、母も一緒に入居するという気持ちでそれを前提に来たんですが、そうですかって、まあそれは都合もあるだろうし、そうしたら向こうが、あ、じゃあ新しく立ち上げるところのスタッフが3ヶ月だけこっちの方に来てもらって、武井さんと代わってもらうことができるんやったら雇いますわって、あ、そうですか、お願いしますっていう感じで、でそこから、あ、はいはい、で施設、新しい施設見に行きます、あ、じゃあ僕も行きますって男性のスタッフと先に行って新しい施設見させてもらったんですよ。すごい綺麗いところで、まだペットとか組み立ててる状態で、ほんで部屋こちらですって案内されたら、角部屋で、なんか他は正方形とかで結構広いの、そこの角部屋で L 字型なんて言って、えらい狭いなと思って、ここですって、やっぱり女性ですか、着替えるの隠れてここがいいと思いました、みたいな。まあでも、ほんで他履いてるとこあるんですかって、いや、ここやったら変われますけど、正方形の広いところ、ここは変えれるんですか、変えれますよって、ほんでそこに変えてくださいみたいに変えていただいて、ほんでその時にその女のお偉いさんが、俺を面接した人が後から来て、あ、そうですとか言ったら、もう俺をガン無視 してなんか施設の準備のことを話はしてて、ほんでその施設の方がそのお偉いさんに、武井さん部屋を変わってもらったんで、ああ、やっぱり変わったんや、ははって、どういうことやねんと、まあちょっと疑問がちょっとあったんやけど、でもまあ母がここでお世話になるしって、ほんで今日先ほど面接というか、皆さんが話し合いで、それでお母さんとオンラインする前に、その面接した人に、あ、武井さん、ね、やっぱり変わってくれる人がいてないんで、まあちょっとね、なんかすごいいいキャラなんですけどね、無理ですって言う、あ、そうなんですか、そっからの話は何にもないんですよ。まあまあええわ。でまあオンラインで母とずっといろいろ話して、じゃあお願いしますみたいな切って、お願いしますって、ケアマネも武井さんはこんな感じで、じゃあちょっとすいませんが、僕ちょっと一点だけ引っかかることをちょっと言わさせてもらっていいですかって、でこれ面接した時に、これ最初から雇う気なかったんやったら、面接する意味がない、する必要ないん違いますかって、いやいや、な、いや、そういうわけじゃなしに、だから新しい、ね、施設のスタッフと3ヶ月間変わってもうたらっていうのを事前にやって、いや事前じゃないですよ、それ僕とか、いやそれやったらって、じゃあ変わってもらったって後からの話ですよって、普通それって事前にやって、あ、やっぱり無理でした、武井さん、
うん、ちょっと人員がねいっぱいいっぱいなんで、なんかこっち側の方で働いてくれるんやったらどうしますって言ってくれるんやったら俺わかるけど、違うやん後から言って、ほんで今簡単に言うのは無理でしたとか、これ話母と一緒にっていうこ入るっていう働くっていうことに前提で置いてるのに、いや僕は雇ってくれないことに文句を言ってるんじゃないです、ケアマネさん、ちょっと名前言ってくださいけど、ケアマネさんもそこはやっぱり施設側のこう言ってきたんやけど、でもいやいや僕もちょっとそこでいやそれはおかしいん違うかみたいな、いやだからもうどうします、やめますみたいなことを、いやそのケアマネ、え、やめますって今さらこれ全部物事、家も全部はいね、こう全部進め明け渡していくようにやっていってるのに、俺もまた東京帰るから、それをやめますってどういうこと、僕が不安に思うことをここはこう違うんだよっていうことってケアマネさんって言えないんですかって言ったら、武井さんはこう言うたら言うしみたいなこと言ってて、でもちゃんと思いを全部伝えていったらだんだん分かってくれて、じゃあ話進めましょう武井さん、もう俺は働けないとかそれはもういいですから、ただそこにおかんが入ってなんかこういうところの考えの人がおるところってブラックなところで、母大丈夫かな、僕はそこにちょくちょく会いに行ったりする、でも従業員こういうふうに思ってたりとか、母はこんな扱いされてるんちゃうかとか思ってしまうんです、そこを解消してほしいです。じゃあだからまあ武井さんここに入居することを話し進めましょうみたいなところになってね、で施設のその偉いさんに言ったら、すいませんと、まあはっきりとした言葉で言うとお断りしますと、もううちをそういうブラックに思うんやったら、あそういう人を入ってもらっても不安だろうし、いやだから僕はそこの部分をちゃんと説明してくれて大丈夫だよって、いやもうだからお宅うちの会社はそういう風に言うし、じゃあもうこれ花から断ってるって、もう外ってください、ってなって、まあまあ結局結論としたらもうこういうところ、もう一点見つめたまま何も喋らんて、あこういう人おるんや、気悪いからもうちょっとお宅でもね、従業員ですよ、会社の経営者は分かってるんですかこれ、もう好きなようにやってください、うちはもうちょっと他です、ケアマネさん探してください、あそうですかって、もうそれ以上もう俺もうあこんなとこ入れたって思って、あ俺がもしもここで切れへんかって怒らんかったら母はそのまま入居できたんかも、いやでもでその2人はさっさと帰りました、でケアマネさんと2人で喋って、ケアマネさんも最初は武井さんはもうすぐにこう威圧してこう話するけどみたいなこと言ったけど、武井さんの気持ち分かったし言ってること分かりますと、ほんであの方もちょっと全然言葉出さなかったし、ああいう言い方はちょっとおかしいですよね、だからうん他を探しましょうと、で病院はいついつまでしかここは折れないんで、いつもお世話になってる地元の病院もう一回そこで折れるように話します、その間に新しい施設探しますんでって言ってくれて、あほらお願いします、僕東京も帰るんで、ほんで5日に帰ってくるんで、まあその地元の病院が、院長先生の子供の頃から知ってるんで、まあそこでちゃんと入れてくれるか、ちゃんと法律として入れてくれるかはまだわからないんですけど、ほんでその状況を母にもう一回病室まで行って おかん実はこの施設はなしになった、実はこう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 でって、てるいこまたそれ怒ったりしたらあかんぞって、でもなお母ちゃんもな実はなって、その知ってる人がそこの新しいとこのデイサービスの、ね、総括の人だったりとか知ってる人がその近所のねもうお母にしたら娘さんやけどが働くことが、まあ、その人たちもすごくちょっとね近所の母に対しての、まあ、田舎特有のなんかそういう変な態度を取ったりとかしてた人だから不安やったけど、お母は「ああよかったよかった」って言って「入る」って言ってたけど、実はお母ちゃんもな嫌やったんやって
でもこんなわがまま言うとられへんしって思ったけど、テルヒコ正直言って嫌やったんやって、こんなところでもこれも人生かなと。でも俺は勘が働いたのよ、絶対ここあかんって思ったの、うん、だから、うん、まあ母にそれ伝えたら、うん、それはそれでええと思う、よかったって、うん、でも俺は今アルバイトさせてもらってるけど、本当にこういう人が勝手に経営者が立ち上げた、ね、利用者の門の施設の中のルールをこの人の感情だけで、ああ気に入らなかったらみたいなところを、ああ絶対したらあかんことやって、でそういう人がおるところで働いてるとこ、ことって、俺前から言ってるけど、送信と受信が壊れてるやつがそれもありなんやっていうところで、普通におるところでサーバーがぶち壊れてるから、そんなところで母が生活するって、でケアマネさんのお母さん、あのうちの母ね、ここ人生最後の場所なんですよ、僕ここまでやっぱりちゃんと物申すことって間違ってるでしょうかねって、いや分かりますと。だからいやいや武井さんごちゃごちゃ言うてるけど、もう安心しなはれ、私らがね武井さんお母さんねこうやってって言ってくれたらええのね、いやもう気に入らんのやったらやめて、いや俺どうなんこれ法的にあかんのちゃう、で僕言うてん、法的にあなたコンプラですよそれと、どうぞ勝手にやってくださいみたいなことですよ。いやだから僕も本当に改めて施設で働いてる時に、利用者さんの後ろにはその人たちの息子さんがいてたりとか娘さんがいてたりとか、その景色を常に見とってあげなあかんっていう、そういう気持ちで、うん、おらなあかんなっていうのはつくづく思いましたね。かといってそんな至れり尽くせりのこっち金払ってとか大金持ちがやるようなことじゃないから、それはもう施設側にすごく助けていただくことやから、いろんなことに、まあねえ、そんなサービスがなく事務的にとかいうところは俺我慢しようと思うけど、人としておかしいところには俺は置いとけない。それがよっぽど仕事ができる人であったとしても、俺は一番の仕事ができるこの世界の人、業界の人って人としてあるべきことが一番の仕事としてできることやと思う、うん、どう思いますか皆さん。